ワンツースリー、フォーガードです。じゃんじゃらんじゃらんじゃらん、調理道です。はい、皆さん、今回もやってまいりました、ホストのお悩み相談ということで、今回もホストへの怒りや不満ありますかという募集をかけさせていただきまして、またまた非常に多くのメッセージ DM が寄せられましたので、どんどん解決していこうじゃないかと思います。前回も前々回も僕の独断と偏見でやってますから、こいつためにならんなと思う方はね、聞き直してください。悩みの相談ということですから、できる限りはお力になれるように考えて答えさせていただきますので、それではホストのお悩み相談始まるよー。喜んでー。じゃあいつも通り行きましょう。ホストの悩み相談回答待て、3、2、1。答えていきましょうかね。一つ目、夜のお仕事をしているのですが、ホストの方はどのようなことを心がけて接客をして指名をもらっているのか教えてほしいです。これはですね、まずね、接客というのは気持ちよくなってもらうこと、スケベな意味じゃないよ、楽しいなとか来てよかったなと後悔をさせない接客をすることを心がけてますね。次来たいとか、こいつだったらお金かかってもしゃないなと、今日は楽しいしお金を使ってもいいなと思われるような接客を心がけております。求められたことをするべきやなと僕は思います。次行きましょう。次、ホストに物申す。ホストで一番大変なことは、一番大変なこと、お客様とのやりとりちゃいます？ LINE したりとか電話したりとか、お客様も人間ですし、ホスト側も人間ですので、ぶつかり合うことも絶対あるでしょうね。ぶつかった時に、これ言い合えてる仲ならば、いい担当選びできてると思うし、いい関係性を築けてるんやと思いますけどね。自分の言いたいことも言うし、それも聞いてくれる。向こうの言いたいことも言ってきた時はちゃんと聞いてあげれる。この関係性が大事やなと思います。大変やなというのは、こういうことやと思いますね。次、私は補足客で月1、多い時月2とかしか行かなくて、担当が8月にバースデーなんですか。そんなシャンパンおろすお金もないし、何してあげたらいいかもわからんと。何をしたら喜びますかね。まず8月行くことに迷っています。ここで大事なのはね、お金を使う云々よりも、行ってあげたいか行ってあげたくないか、どっちか正直に選ぶことですよね。こいつだったら行ってあげたらいいよねって思うなら足を運んであげてほしいし、年に1回のことやけど、そこに時間とお金使う必要ないかなと少しでも思ったなら行かなくていいと思います。何をしてあげたらいいかというのは、バースデーのイベントを売ってるわけですから、主役の人のオリジナルシャンパン、オリシャンがあると思うんですよ。それを言ってくれるのがお店側としても嬉しいことですし、担当としても顔が立つと。オリシャンを言ってあげれるのが一番、年1回ぐらいはいいんじゃないかな。次です。担当への不満です。数日前に誕生日だったのですが、担当からおめでとうの一言も言ってもらえませんでした。絶対覚えとく、大事な日やもんなってめっちゃ言ってたし、スケジュールにも追加したらしいのに、誕生日当日に LINE してても全然違う話題で、いつ店来れると、そんなことばっかりでした。辛いです。ピエン。次、ホストへ物申す。酔って宅で噛んでくるのやめてください。そんなもん知らん、俺噛んだことない。次、全員が全員そうではないと思いますが、できもしない約束をしてくるところに怒っています。どこか遊びに行こうやとか、ユニバ行こうやって向こうから言ってくれたのに、行く日を決めても来月にしようと先延ばしにされまくって、もう5ヶ月経ちましたと。これはもう行かないでしょ。こういうね、約束ごとをしてくれた時に、ほんまに行くやつは行くし、ほんまに行かんやつは行かん。酔っ払っててね、覚えてない時もある。あーあの時俺なんて言ってたんかなと。5ヶ月経ってんのはおかしいわね。せめて1ヶ月ちゃう。酔っ払ってるし、楽しかったからその時行こう行こうって言ってもうたんかもしれん。そういう人らの気持ちもわかるから、それも置いといても、もう5ヶ月はバカだなこの野郎。次だ。初めてホストに行って、初めてできた担当がいたと。ナンバーワンの人で顔がすごい綺麗と。ホストだったんですけど、知り合って3回目くらいで、俺枕営業とかマジでせえへんから付き合おうやって本営かけてきてと。営業だよって友達に言われたので、本気にはしてなかったんですけど、友達の友達が私の担当に初回枕で妊娠させられたことを知って、一気に冷めて切りました。しかもその子が中絶費用を請求したら連絡が返って来なくなったらしく、本当にカストだなと思いました。ちなみにその子は実際に会って証拠もたくさん見せてもらって話したら、最終的に仲良くなっちゃいました。ほんまにね、この人との子供ならば、この対応はもう
ストレスはね。だから一旦は好きだよって言われたら好きだよっていう気持ちを受け取って、やけどその間にホスト行ってる友達とか、まあ周りおるやん、周りの子がこれはこうやでとか言う、まあ言わんでもええようなことかな。その友達が言うてんのなんでそう鵜呑みにするかね。その友達ってさ、正直言っていい、幸せを求めてない友達もいてるわけよね。例えば僕と A さんがおって、 A さんが俺のこと指名してくれてると、俺と A さんの関係性はいつも幸せそうやから腹立つと。わからんよ、でも内心そう思ってたらいらんこと絶対言うよね。こういう友達がおる時の方が多いから、特に夜の商売は。だから俺は夜で出会った友達は友達と呼んではいけないぐらいの勢いで友達じゃないと思ってる。ほんまに昔からとか最近できたけどマジで自分のこと考えてくれてる友達やったら自分次第なんやけど、そこを信じたならもうそれでいいんじゃない。次、この間友達に誘われて前にも行ったことがあるホストクラブに行きました。が、ホストの方々から指名はと、誰にすんのどうすんのばかりで全然楽しめませんでした。付き合いで行くにしてもやっぱり指名は決めた方がいいのでしょうか。これに関しては指名決めた方がいいです。ちゃんとこの人っていう人が決まらなかったら指名しなくていいと思います。なんでかって私気に入ってもないし、なんでこいつなんて思いながらお金払うのは俺ならもったいないと思うし、ちゃんとした人が出てくるまでまあフリーで回るっていうね、今日は私誰も指名してませんって言ってまた回ってくださいってお店にちゃんと言えば回してくれると思うんで、そういう対応を取ってほしいなと思います。さ、次、担当が同棲してたエースに金とクレカ、ブランド物とか持ち逃げされたらしく、このご時世なのにお店来てほしい、お金貸してほしいって頼まれました。まず同棲エースいたことに驚きで言葉出ませんでした。担当を嫌いになったり冷めたわけじゃないけど、これって切るべきですかね。俺はですよ、お客様と一緒に住むっていうのは反対側なんで、もしそのままお客様とホストっていう関係じゃなくなった時に一緒に住めばいいから思うんですよ、僕はね。そう、お互い嫌なことはあると思うね。もし一緒に住んでてお客様とは連絡は取りますから、お店行っててもさ、どこの女かわからんやつと喋ってんのみんなも嫌やんか。やのに家帰ってホストの携帯とかから何々ちゃんやっぱ連絡とか電話来るわけやん。それを家で見たらそうストレス溜まるやろ。ホストの方は何も悪いやないのに、彼女側にもね絶対ストレス溜まるから、とにかく一緒に住むとかは違うと思います、僕はね。次、私の周りのホストはみんな自信過剰、上から目線、すぐ語り出す、自分が一番、俺が中心やねんみたいな。確かに女の子から少なくとも貢いでもらって自分は価値があるって思うのはしょうがないと思うけど、その価値観押し付けないでほしい、勘違いしないでほしい。だってそのみんな気をつけましょう。次、昼食で大きい額が払えないって自分でも分かってるからこそ月に2回ぐらいしか行けなくて、でもその時は担当が求めることも少なくやってたつもりなんですが、毎度お前全然怖いよなとか、誰々ちゃんはこんだけやってんのにな、誰かと比べられます、少ないですが月25万ぐらいは使えるようにしてました。実際初めてホストにハマってそのお店しか行ってないからもありますが、これが普通なんでしょうか。昼食だけの人間がホストに通うなんてダメなんでしょうか。全然ダメじゃないですけどね。そういう価値観を持ってはる人を選んじゃってるんですよね。簡単に言えば誰々ちゃんと比べてるからって言ってるってことは人にも同じこと言うてるわけよね。って考えたら自分と例えばホスト A 君と話してたこととかも他の話の時に他の女の子にそれ喋ってる可能性があると思う。ってことは絶対違うよね。確かにね、その何々ちゃん使ってくれんのにお前なんで使ってくれへんねんみたいな思う時もないかって言ったらないことはないよ。やけど女の子は誰が使ってようが自分が使いたい時に使えばいいし、使いたいなと思った人に使ってあげればいいと思うから、それを強制する筋合いはホスト側にはないですよね。嫌なこと言われたなと思ったらそいつのとこ行かんべきや。考えてくださいね、ホストクラブって楽しかったなって言って飲める場所なんですよ。やのにストレス溜まってておかしいや、普通もうええわと思うようなこと言われたらもうええねんそれは。次、ホストの彼氏への不満なのですが、お客様大事だし役職ついて今だいぶ調子がいいのはわかると、ただ応援はするけど私の相談事とかあるときあんま乗ってくれへんなと、なぜ私がお客さんに対してアドバイスしなダメなのかって不満です。うちですいません、知りません。次、チョリゾさんこんばんは。いつも楽しく YouTube 見させていただいてます。その YouTube の中でチョリゾさんがよくおっしゃっている担当選びは慎重に、仕事できる人を担当にするべきという言葉すごく納得させられましたと。なんですが、例えば初回に行ったとして5分や10分の短い時間で仕事ができるかどうかをどこで見分ければいいですか。先日 YouTube で話されてた窃盗してない人たちが仕事はできないというのはわかるのですかと。チョリゾさんの目線で仕事ができるという人はどういう人で、初回の時にそれを見分ける方法を教えてほしいと。いい質問じゃないですか。まずね、これは難しいですけど、いいなと思った人は大優先一番でね、その人の中でなんか引っかかることがなかったらいいと思う。例えば顔とか好きやし雰囲気好きやけどなんか喋った感じ違うみたいな、
めっちゃなんかお金臭いとかね、そういうって女の人の感って鋭いから、あれちょっとでも思ったら絶対選ばないべきだけど、ずっと、あ、自分はこの人やって思う瞬間があると思います。これは感覚やけどね。その人を選ぶべき。次ホストに戻ります。インスタ投稿したりストーリー見るんやったら、LINE 返信しろ言うてますわ。みんな、気をつけましょう。次担当とセックスするにはどう誘ったらいいですか、知らー。次お兄ちゃんが新宿でホストしてて、世間体が気になります。人にはお兄ちゃんがホストしてることは恥ずかしくて言えません。お兄ちゃんは真剣にやってるみたいなので、ホストに対して前向きなイメージを持ちたい。何か前向きに思えることがあれば教えてください。これもなんとも言われんかな。お兄ちゃん頑張ってホストしてんやったら、俺は、堂々と言ったってほしいなとは思うけどね。悲しい、これは。ピエン、次。最後です。ホストとの間に子供ができました。相手は本営だったらしく、子供ができたと伝えたら下ろせの一択、責任は取らないと。私は責任も取らなくていいし、養育費も何もいらない、ただ下ろしたくないと、それについては了承してもらいました。このまま連絡切っていいのかも正直迷っています。お腹にいる子供は可愛いです。ただこの子が大きくなった時、父親の存在をどのように明かすべきか。本気でその担当が好きだったので、初めは生まれたら抱っこしてねとは言っていましたが、それも叶うかは分かりません。所詮は元エースチョリゾーさんなら同じ立場になっていた時、下ろさない選択をした元客に対してどのように接しますか。もう関わりたくないですか。こういうことがね、かなり減ってほしい。やっぱり女の子にね、もう責任取らんでええしとか、養育費もいらんとか、これもう言わしたらあかんよね。絶対これしてたら俺何も関係ないし、もうやっときやって言うてるやつやんか。ほんまにひどいなって思うよね。自分の娘が生まれて殺されてたらほんまにどないすんねやろなって。みんなそう考えてほしいんよ。ホストの人って今はさ、若くて好きな人もおらんし、お店出て売り上げ上げてじゃらんぽらんでええわって思ってる人が多いかもしれんけど、これんだお前らは生まれたらどないなんねんと、自分にも子供ができる確率の方が高いやんか。その時に自分のもし娘が生まれて同じことされてみ、ぶち殺すぞってなるよね絶対。今はね、この女の子は自分はそういう選択をしたと辛いのに言ってくれてありがとうございます。やけど正直やけど、僕も親父とおかん離婚してるんで、僕は親父の方に行ったんですけど、でおばあちゃんとおじいちゃんに育てられてここに至るんですけどね。正直小学校の時とか、なんでおかんおらんのか僕も知らんかったし、親父も全然そこには触れてこれなくて、だから僕の意見ですよ。小学校の時にあんまり言われてもわからんやろうから、中学校ぐらいで言ったらいいんじゃないですか。だってそれって子供をね、悲しませへんための嘘って大切やと思うよね、親としての嘘はね。で後からまあ僕はね、今おかんに、まあ、あんたこういう高校こうやったから別れて、やけど今は仲良くしてるし、そういう別れ方じゃないかもしれへんし、ひどいやつなんかもしれんよ相手さんは。子供のこと考えないやったら、俺なら大きくなって理解できるようになってから伝えるかな。今ね結構シングルの方とか見てると思うんで、これは難しい。覚悟を持ったんであれば、僕のね意見よりも自分の考えで進んでほしいかなと思います。ということで、今回、質問いっぱい答えていきましたけど、重い話、軽い話いっぱいあったと思います。また募集しますんで、見守っててね。それではいつものいきますよ、非常口。非常口、非常口。